下半期に入りまして、はい、7月の間に今日は7月の最後第4週の成績になります。先ほど司会者が読んでくださいました。今日はデュカリアの第10章。今日のメッセージは、はい、後の雨を求めようというこの題になります。後の雨、聖書では、はい、初めの雨、また後の雨という言葉を使うわけですね、はい。まあ、日本人はそういうことはあまり、ね、聞かないし喋らないし、はい、知らない人がほとんどでしょうが、この聖書、またイスラエルの地においては、はい、初めの雨、そして後の雨という言葉を使うわけです。初めの雨は別名秋の雨、はい、後の雨は春の雨ということになります。秋は、はい、これは種まき、イスラエルも麦や大麦をまくわけです、はい、その種まきの前、はい、土を柔らかにする種まきの準備の雨、はい、これが、はい、秋の雨、初めの雨。今日の説教の題になっているこの後の雨は春の雨なんですね、はい、お役所をやった方は知っているでしょうが、はい、春、はい、3月、イスラエルでは2月とか3月とか言いますが、はい、日本では4月とか5月でしょうかね、はい、大麦を刈り、そして小麦を刈るというふうになっております、はい、ということで刈り入れの前に雨が降るわけです。後の雨、ラターレインですね、はい、そしてまたそれは春の雨です。それは、はい、収穫の前に降って、はい、実が熟するために降る雨だ。これがイスラエルにおいて、はい、言われているわけです。神様はこの後の雨、はい、秋の雨ということをまた神様のこの世界の歴史の中において、はい、聖霊様の働きとしてこれをこの言葉を表現を用いているわけです。聖書のに出てくる、はい、真理、神の言葉、はい、これは自然界においても、はい、神様はそれを具体的に教えているわけです。偶像の国であるこの国ではですから、はい、この自然界の出来事が、はい、神様によれる、はい、技である、うん、神の御言葉を表す技であるということはなかなか分からないわけです、はい、しかしながら聖書は、はい、雨、火、はい、太陽、月、はい、全て神様が、はい、この真理を明かしするためにこういう自然界の出来事を、はい、起こしているんだということが分かります。神様は、はい、私たちあなたに向かって、はい、日々語るお方であるということです。今日も私たちは神様からの語りかけを受けているわけです、はい、信仰を持ってそれを聞く人、はいはい、その語りかけは直接的に、はい、聖霊様があなたに語る場合、信仰者に語る場合、はい、もう一つは自然界を通して神様はご自分を、はい、表し啓示しておりますので、はい、自然界を通しても神様は私たちに語っているんだということ、神様を表しているんだということを知る必要があります。先ほど吉田姉妹から、はい、この田沢湖の川が決壊しましたよということを教えられましたけれども、はい、川が氾濫する、ね、水かさが増して氾濫する、はい、これは何を意味しているか。聖書で言うならば、はい、この川が氾濫するということは後の雨が降って川が氾濫するわけですから、雨というのは聖霊様を表しているわけです、はい、聖霊様が天から注がれて、そして、ね、川に水があふれて、そして普通の水路では流れることが、ね、できなくなってあふれ出て、ね、堤防を決壊させて、ね、土手を破って、そしてこの氾濫して流れてくるということで、これは恵みの雨ということになる。神様の祝福を表しているわけです、はい、氾濫は神様の祝福を表しているわけです。皆さんがよく知っていらっしゃるのは、このエジプトのナイル川ですね。ナイル川というのは毎年毎年氾濫があるわけです。その氾濫のおかげで、はい、このナイル川の近辺、あの河口は非常に世界的に豊かな肥沃な土地になっているわけです。また彼らはこのナイル川の、はい、水の氾濫を通して、はい、このピラミッドのあのでっかい石ですね、
ピラミッドを見た方は、ね、あの一個一個の石、ね、大変でっかい石なんですね。その石がどこから持ってこられたか、はい、それは川の氾濫を通していかだに乗っけて、ね、そして、この上流の方から、ね、下ってくる、持って運んできたということが分かるわけです。ですからナイル、エジプトは古代、ね、大穀倉地帯、ね、世界の、はい、文明が発祥した、ね、川のゆえに、はい、すなわちこの聖霊様の、はい、この満たしのゆえに、はい、それが、ね、なったんだということを、はい、この自然界が教えているわけです。自然界、はい、アフリカにエジプトに聖霊が下ったわけではないんですけど、その雨はそれを表しているわけです。聖霊様の働きを表しているわけです、はい、イスラエルにおいてはそのことがはっきりと、は秋の雨と春の雨によって表される。神様はこの後の雨の時に主に雨を求めようとこう言っております。後の雨、すなわち春の雨の時に主に雨を求めよう。春が来たから、ね、雨が、ね、自動的に降るというんではないんだと、こういうことなの。春が来たか、だからといって、ね、雨が、ね、降る、当然降るものだと考えてはいけない、ね、雨を求めなさいとこう言ってるわけです。後の雨、イスラエルにおいては春、そして秋の雨が、はい、初めの雨、後の雨になっておりますが、はい、この神様の霊の世界においては、神様の世界の、はい、この救いの技の中においては、はい、後の雨、秋の雨っていうのは今度は季節ではない、季節ではない、何を表す、はい、秋の雨、初めの雨っていうのは、これはいつの雨でしょう、トモコさん、いつの雨、秋の雨、初めの雨、いつ降りましたか。神様の世界、聖霊が降った雨はいつでしょう、秋の雨、初めの雨。教会の誕生は秋の雨によってスタートした。そういうこと思い出した。秋の雨っていうのは、はい、2000年前の、はい、ペンテコステ、すなわち彼女が言った50節の日に天から聖霊が下ってきたわけです。イエス様が十字架にかかりました。そして3日目によみがえりました。死を打ち破りました。天に帰っていきました。そして何をされたでしょう。天から第二の、イエス様は第一、第二の助け主である聖霊様を天からこの地上に送ったわけです。ということは、はい、2000年前から聖霊様の時代、教会が誕生しました。聖霊様によって人々が、はい、この聖霊の働きによって、はい、120人の人が聖霊に満たされて、はい、異言を語りました。また予言を語りました。それで説教をしました、はい、ペテロによって1日3000人の人々が救われました、はい、それから多くの弟子たちが、はい、世界にちりぢりバラバラに散っていって、そこで福音を語って、はい、教会が誕生しました。それは、はい、秋の雨、はい、2000年前の雨はその秋の雨、初めの雨なんですね、はい、そして、はい、今度は春の雨っていうのはいつかということになります。後の雨の時に主に雨を求める。2000年前に、はい、聖霊が降ってきて、そしてどうしたでしょうか。聖霊に満たされた人たちは神の言葉を、はい、全世界に述べ伝えていったわけです。世界宣教をしたわけです。イエス様の命令だったでしょうか。全世界に出て行って、全ての作られたものの福音を述べ伝えなさい。私は世の終わりまであなた方と共にいますよ、一緒にいますよ、ね、そして洗礼を授け、そして神の言葉を守るように教え導きなさいとこう言われたわけです。それが正確に言うなら紀元20年 AD20 年、はい、そして今2015年ですから、2030年になるとこれが2000年になりますよということなんです。
雨を神様は初めの雨を与え、そして種まきが始まりました、ね、2000年間全世界に出て行って福音を伝えました、はい、マタイの24章を開きましょう。マタイ伝の24章、マタイの24章開かれましたならば、はい、14節をご一緒に読んでみましょう。マタイ24章の24章の14節、いいですか、3、はい、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの時が来る、はい、さあ2000年前の、はい、聖霊降臨、50節の日の聖霊、大雨が降って、はい、人々は悔い改めました。弟子たちも悔い改めました。それで、ね、聖霊に満たされました。その結果何したでしょうか。福音を伝えたわけです。地の果てにまで私のあなた方は証人となりますよ、ね、聖霊が下ってくるとあなた方は力を受けますよ。地の果てにまで証人となりますよ。エルサレム、ユダヤ、および地の果てにまで証人になりますよと、こう言われたわけです。それが起こったわけです。ペテロをはじめ、トマスさんはインドに、はい、ペテロや、はい、そして、はい、パウロたちも、はい、遅れて救われて、そして全世界に出ていったわけです。今のヨーロッパに福音を伝えたわけです。ローマに伝えたわけです。そしてどうでしょうか。はい、教会が誕生しました、はい、彼らは聖霊の満たし、そして悔い改めて、はい、神様に立ち返る者たちが1日3000人が、はい、最初に起こりました。どうして彼らはそう、神の言葉を聞いた時に彼らは、はい、ね、ここの行事に刺された、咎めを受けた。あなた方はキリストを十字架につけたでしょう。今悔い改めて神に立ち返るというこのペテロのメッセージを聞いて悔い改めて、私たちはどうしたらいいんでしょうかということがエルサレムの人々の、はい、告白であったわけです。私たちは一体どうしたらいいんでしょうか、はい、あなた方は悔い改めてこのイエスキリストを信じなさい、そうするならば聖霊の賜物を受けますよと、はい、ペテロさんは説教したわけです。はい、そして聖霊の賜物を受けて彼らは、はい、洗礼を1日3000人が受けました。それで教会が誕生して、毎日毎日教会で神を賛美、お祈りするということが始まったわけです。これが初めの雨の、はい、出来事、スタート、その結果です。智子姉妹は私と一緒にずっと神学の学びしてきましたのでね、まあ、今あえて質問させていただきました、はい、その学びをしておるわけです。今姉妹が毎週1回でしょうか、月に1回でしょうか、智子さんホームページであなたが絵を描いておいてください、ね、はい、講師をしておいて、ね、伝道のご利用に携わっておくということになるわけです、はい、それは聖霊様の働きであるわ。罪許され清められた結果、神の御用をするということになっている。これを全世界にまで、はい、神様イエス様は証人として私は使わしますよと言って、もう2000年になろうとしている。2000年の今直前、15年前になろうとしている、はい、そしてそれが初めの雨でしょ、はい、後の雨の時にとこう言ってるわけです。後の雨の時に、はい、この春の雨と後の雨を予言しているのは代表的なのは、はい、予言者ヨエルですね、はい、ヨエル、ちょっとヨエル書を読んでみましょう。ホセア、ヨエアモ、はい、私の聖書では1370ページ、1371ページでしょうかね。また皆さんもどうですか。もうちょっとヨエル、ね、その時はアモス書、ホセア、ヨエ、アモと続いております、うん、ヨエルの開かれましたならば、はい、2章、はい、2章の開かれましたならば、うん、23節からご一緒に読んでみましょう。
23節からいいですか。ホセア、あ、ヨエル 2-23、はい、シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。内場は穀物で満ち、石神は新しいブドウ酒と油とであふれる、はい、ここに、はい、ヨエルさんが、はい、語ったわけです。初めの雨、大雨を降らせます。初めのように、はい、初めの雨と後の雨と降らせてくださるから、はい、そしてこのヨエル今開きました。その今度は28節29節ご一緒に読んでみましょう。いいですか。3、はい、その後私は私の霊を全ての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにも発した身にも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。死と火と煙の柱である。死の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。そこまでします、はい、さあ2000年前、はい、聖霊が下ったわけです。ペトロたちの悔い改め、そして祈り、はい、神を待ち望めとイエス様おっしゃいました。10日間待っておりました、はい、その結果が、はい、この新約聖書の使徒の働きに出てくるわけです。使徒行伝開いてください。209ページ、使徒の働き2章、そこですね、2章。開かれましたならば、はい、1節からご一緒に4節まで読みます、はい、使徒の働き2章の1から4、ご一緒に読みます、3、はい、五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話されてくださる通り、他国の言葉で話し出した、はい、これが今言った、はい、初めの雨です。聖霊の、はい、大雨です。そして彼らはどうなったか、はい、聖霊に満たされたわけです。満たされてどうしたか、外国を話した、異言を話したということを言っております、はい、それでどうしたでしょうか、はい、その時全世界から、ね、この五旬節のお祭りに来ておった人たちが驚いたわけです。みんな自分たちがいる外国を語ったので、120人とか、自分たちのいる外国 のイタリア語を語ったので、ギリシャ語を語ったので驚いたわけです、はい、そして、はい、この人たちはね、酔っ払ってんじゃないかとこう思ったわけです、はい、13節からご一緒に読んでみましょう。人の働き13節からいいですか、はい、しかし他に彼らは甘い不動心によっているなどと言って欺ける者たちもいた。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことはあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わる時に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を、老人は夢を見る。その日私のしもべにも発した身にも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。死の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる、はい、ペテロは説教したわけです、はい、私たち酔っ払ってんじゃないよと、聖霊に満たされてるんだと、はい、ヨエルの予言の実現ですよということを言ったわけです。それで今のヨエル書の2章の御言葉を引用したわけです、はい、ということで、はい、ヨエルさんは、はい、2000年前の初めの雨と、はい、
もう一つ後の雨との両方を予言したわけです。2000年前の初めの雨はもう実現したわけです。しかしながら後の雨はまだ実現していないわけです。私が3月30日から後のリバイバル、終わりの日のリバイバルがスタートしましたよと言ったことは、はい、ヨールさんが今言った、はい、この半分、残りの半分を意味しております。それはどっか、はい、18節、その日私のしもべにも発しためにも私の霊を注ぐがすると彼らは予言する。ここまでは、はい、2000年前にもう起こっているわけです。しかしながらこのあとですね、また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙であるというこの言葉、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は血に変わるとこう言っております、はい、主の大いなる輝かしい日が来るとこう言っておりますが、トモコさん、主の大いなる輝かしい日というのはいつでしょうか。輝かしい日、主の大いなる日っていつのこと。イエス様、大いなる日っていつのこと。復活、復活、復活、復活も2000万動いちゃった。イエス様の最大の大いなる日はいつでしょう。最初の雨、そう、その前に起こることはイエス様の再臨、イエス様の再臨です。大いなる輝かしい日というのは、大いなる日は再臨です。再臨の前に、はいはい、大いなる日が来る前に、再臨の前に太陽は闇、月は地に変わりますよとこう言っております。イエス様の再臨の前に、ね、地に変わりますよとこう言っております。皆さんの聖書で、はい、この今の使徒行伝 2章の、はい、20節、そこに引用があるでしょ、うん、はい、その20の脚注、皆さんの御言葉どこに出てきますか。20節はないですね。はい、まずいんじゃないかと思いますが、黙示録に出ておるわけです。黙示録、黙示録は、はい、世の末に起こる、はい、神様の技が、はい、幻によって示されているのか。第一は封印の幻、第二はラッパの幻、はい、第三は鉢、器、鉢の幻ということになっている、はい、そして、はい、封印の幻、黙示録6章を開いてください。444ページ、はい、聖書の一番、はい、終わりですよ。黙示録6章12節からご一緒に読んでみましょう。6章の12節からいいですか。3、はい、私は見た、お父さんが第6の封印を解いたとき大きな地震が起こった。そして太陽は日の荒布のように黒くなり、月の全面が死ぬようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島やその場所から移された。はい、そこに月の全面が地のようになった、はい、太陽は毛の荒布のように黒くなった。太陽が黒く月が真っ赤になった、はい、さあ使徒行伝さっきの言葉、ヨールの言葉、はい、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に真っ黒になります、月は血に変わります、はい、それはすなわちこの時だということが分かります、はい、封印の幻、第六の幻、はい、観覧時代の、はい、これは、はい、前半の、はい、中の出来事だということになります、はい、中間地点になる、うん、
これはイエス様が、はい、マタイ伝においても、ね、週末の印として語っておられますので、はい、マタイの24章を開いてみましょう。マタイの24章、マタイ24章の、はい、29節30節ご一緒に読みましょう。いいですか。マタイ24の29から3、はい、だが今夜の日の苦難に続いて進むに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が才能と輝かしい栄光を見て天の雲に乗ってくるのを見るのです、はい、ということで、トンゴ姉妹、はい、今イエス様の再臨のことをお話ししました、はい、千年王国の時に、はい、再臨はもちろん起こっているわけですけれども、はい、イエス様が地上に再臨する時は、はい、この観覧時代の7年の一番最後です。ハルマゲドンの戦いの一番最後です、はい、イエス様が再臨するわけです。その前の、はい、今の第6の封印、これは観覧時代の中間地点 3.5 年の時です、はい、どうなるか、はい、太陽は暗くなります。月は光を放たない、ね、月は光を放たない。ただこれは真っ赤になったと言っておりましたね、さっきはね、真っ赤になった、月は血に変わると、はい、これを表しているんでしょう、うん、それでその時、はい、その時人の子の印が天に現れる。イエス様の印が天に現れる、すなわちイエス様が、はい、空中に天上に現れますよ、うん、そして地上のあらゆる種族が悲しみながら、人の子が才能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見ますとこう言っておりますので、はい、これは観覧時代のスタート地点ではなくて真ん中でイエス様の空中再臨は起こるんだ。それで何が起こるか、はい、クリスチャンの、はい、神様に聖霊に満たされ、はい、奉仕に励み、はい、忠実に歩んでいる者たちが敬虚されるんだということが起こる。これがテサロニケの第一の五章になるわけです。どうぞそういうことで皆さん、ね、いつも私が言うように敬虚に預かっていただきたいな、うん、もし敬虚に預からなかったならば何が起こるか。 3.5 年の時にはこの反キリストが現れて、私を礼拝しなさいということが起こるわけです。クリスチャンに対して、ね、人類に対して大変な迫害が起こるわけです。今年の暮れから何が起こりますか。日本の政府は何やりますか。智子さんも、ね、塩子さんも、私も、ひろし君も、皆さん一人一人に背番号制という番号で皆さんは、はい、処理されるようになります。これも世の末の明確な印の一つですね。今もう韓国もアメリカも総背番号制になっている。なってないのは日本なの。これがなるんです。それで大変な問題が起こる、ね、だけど便利になる、ね、この番号で全てが処理できる事務的な手続きがね、政府にとっては便利だからこれやるらしいんです、はい、反キリストは何をするか、はい、666の数字をみんな、はい、額か手の腕に押しなさいよ。押さない者は、はい、首をはねられる。殉教の仕事、私はそんなことできませんというクリスチャンは、はい、もしそれを押したらどうなりますか。信仰を失ったということ、断ったらどうなるか、殺される殉教の仕事ですから、殉教の仕事を遂げてほしいということ、それよりもっと敬虚に預かってほしいということになるわけです。それが、はい、後の雨、はい、後の雨の時に主に雨を、はい、大雨を求めなさいよという今日の、はい、メッセージは、はい、今まさに私たちのこの時代、ね、新約聖書の最後の終末の時代に生かされている、ね、歩んでいる、はい、私たちの最も重要なこれは祈りの課題だということを覚えてほしいと思います。聖霊に満たされて何するか、
はい、稲光を作ります。はい、稲光というのは何でしょうかね。はい、雷ですね。はい、光、雨の中に光があるというのは何でしょうか。はい、私たちの心が、はい、神様の光によって、はい、罪を示される悔い改めがペンテコストの時に起こったでしょう。はい、悔い改めなさい、キリストを十字架につけてただろう、うん、悔い改めなさい、イエス様を信じないだろう、ね、悔い改めなさい、イエス様を伝えていないんじゃないんですか、はい、悔い改めの、はい、そして聖霊に満たされます。はい、野の草を全ての人に神様くださる。雨が降って草が生えてくるわけです。神様の祝福が一人一人の上に、はい、下ってくるわけです。はい、御言葉が、はい、成就する。そういう意味において祝福を受けるわけです。二節、テラフィはつまらないことをしゃべる、占い師は偽られる、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。テラフィムっていうのは、はい、あのヤコブたちが昔、ね、アブラハムの子孫たちが持って隠しておりましたでしょ、奥さんが、はい、偶像なんです、はい、ね、信仰者が偶像を持っておった、ね、そのラバンさんですか、偶像盗まれたって、娘に盗まれたってね、そしてえらい怒りましたけれども、はい、これは偶像なんです、はい、それをあのリベカさんでしょうか、はい、ね、自分の馬の中に持っておった、隠しておった、偶像なんです。恵み、慰めという意味があるらしい。慰め、テラミ。その偶像はつまらないことを喋った。占い師は偽りを見たり、夢見る者は虚しいことを語った。すなわちね、不信仰者たち、はい、不信仰者たちがこのイスラエルを支配しているわけ。だから人々は羊のようにさまよっておりますよ。神様の、ね、民が、ね、信仰者がさまよっておりますよ。新約のクリスチャンたちがね、さまよっておりますよ。神様の言葉じゃなくて自分の思いに従っているからそういうことになっちゃう。それがはっきり、ね、試されるテストの時がこのリバイバルの時であるということになります。はい、神様の恵みですけれども、大雨は、はい、祝福ですけれども、はい、この偶像から神に立ち返るという悔い改めが同時に起こる時でもあるわけです。羊飼いがいないので悩みます。私の怒りは、3節、羊飼いたちに向かって燃えます。私は親木を罰しよう、ね、偽りの指導者のこと、親木は罰しよう。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れます。彼らの戦場の素晴らしい馬のようにされます。はい、イスラエル、ユダヤに神様が聖霊の雨を降り注い、聖霊の雨はもちろん全世界に降り注ぐし、また日本に降り注ぎます。で、日本から終わりの日のリバイバルを起こると多くの預言者たちが語っておるようですけれども、はい、またそれは、ね、イザヤ書の59章にどうもあるらしいんです。イザヤの59章、そこを見ていただくと、はい、イザヤの59章323ページ、ちょっと開いてください。59章の18節から読みましょう。はい、主は彼らの主地に大石を向け、その花には憤りを向け、その敵には報復をし、島々にも報復をする。そうして西の方では主の御名が、日の出る方向では主の栄光が恐れられ、主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。しかしシオンには儚い主として来る、ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。はい、悔い改める者のところに来るイスラエル人は、はい、日の昇る方、これが日本だと言っているわけです、はい、西の方、はい、アフリカ大陸の西、モロッコ、はい、西の方では主の皆が、ね、イスラム教の国ですから主の皆が、日の昇る方、日本では主の栄光が恐れられますよ。主は激しい流れのように来ますよとこう言ってるわけです、はい、今のゼカリアに書いていただくと、万軍の主が、ね、ユダの家を訪れる、イスラエルを訪れるわけです、やってくるわけです。
そして彼らを戦場の馬のように素晴らしいものにするとこう言っております。この胸の中から頭石、隅の頭石、これはイエス様ですよ。鉄の杭が、はい、立派なものをかけるこの鍵、杭がこれは人物を表すわけです、はい、この群れから戦意味が、この群れから全ての指揮者がともどもに出てきます。道端の泥を踏みつける勇士のようになって彼は戦場で戦います、うん、戦うと言っている。このリバイバルが起こると同時に、はい、そしてこの偶像が、ね、滅ぼされると同時に、はい、イスラエルが、ね、悔い改めと救いに導かれる、ね、彼らが勇士のように、神様の器勇士のようになって、はい、戦う、戦場で戦いますよとこう言ってる。すなわち福音を伝えるわけでしょう、簡単に。そして6節、私はユダの家を強め、ヨセフの家を救うとこう言ってる。ユダの家っていうのは今のイスラエルのことを言ってるわけです。バビロンから帰ったユダヤ、ユダ部族とベニヤミン部族を中心にした今はイスラエルの国ですから。ヨセフの家っていうのは何でしょうか。ヨセフの家、渡り子、これを覚えてください。ヨセフはマナセとエフライムのお父さんです、はい、マナセとエフライムは、はい、北の十部族に所属しております。ですからヨセフの家ということは北の十部族よということを言っているわけです。北の十部族はアッシリアに722年連れて行かれました。未だもって世界から帰っていません。マナセの700人が、ね、最近現れて発見されて帰りました、はい、ここではユダの家を強めてヨセフの家を救うとこう言っているので、十部族を今のイスラエルが救いますよということを言っているわけです。十部族は世界の果てにどっか散っております。シルクロード沿いか、はい、ね、有名なアセブンの慶牧師さんは、はい、これは日本だと言ってるわけですね。大半の人が日本だ、はい、日本から彼らを救いだとこう言ってるわけです、はい、このリバイバルの日に日本から起こるリバイバルでしょ。そしてまた日本にもし十部族がいるとするならば、はい、その人たちを救い出すとこう言ってるわけです、はい、リバイバルと同時に、はい、イスラエルユダヤ人たちが日本を、はい、これ私たちの、ね、兄弟十部族ですよと言って発見をする、はい、そしてどうなりますか、はい、7節ご一緒にどうぞ。3、はい、エフライムは勇士のようになり、その心は不動心によってやるようになる。エフライムというのは北の十部族を表しているわけです。ブドウ酒によったように彼らは喜ぶとこう言っているわけです、はい、ふるさとへ帰るからです。彼らの心は見て喜び、その心は主にあって大いに楽しみます、うん、私は彼らに合図して彼らを集めます、はい、全世界から集めます。あるいはこの日本から東洋から集めます。私が彼らを救ったからですよ。彼らは以前のように数が増えます。国々の民の間に私は彼らを撒き散らしましたが、遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってきます。私を彼らをエジプトの地から連れ帰り、アッシリアから彼らを寄せ集めます、はい、イスラエルの敵であったエジプトから、敵であったアッシリアから、はい、彼らを解放します。偽キリストの、反キリストの手から彼らを解放するっていうのが、はい、アスリアだとボーギョネタさんは言っております。ということで、はい、後の雨の時に、はい、今、はい、私たちはその時にも迎えているんだということを覚えております。私はこの夏ずっと前から、ね、娘たちに言っております。ふるさとを行くんだ、同級生、それで進路、筑波の党の進路、部落の人たちに、はい、国を伝えなくてはという、ね、ようにこう示されているか、そういう思いにさせられておるんですが、ね、これが聖霊様の働きでしょうか、何でしょうか、まあ、それを信じておるわけです、ね、3月には皆さんにお話ししました近所の、ね、お店屋さんの、ね、休日さんのおばちゃんが
ね、水の神秘に1ヶ月経って天に召されました。そして同じ月にまたね、ヒストリアの、はい、ポジションにいる、はい、ヨンテ兄弟のお母さん、これも90歳、はい、お腹が痛いと言って、ね、近所の病院に入院しました。1ヶ月後に行きました。係、はい、の人が、ね、この方は、はい、亡くなりましたと言う。毎月毎月私もね、あの看板を、花巻の映画館の看板を置きに行って、その帰りには彼女のところに寄っていた。それで今はそういうことももうなくなっちゃったんですよ。船山さんも時々言っておりましたけどね、なくなっちゃった。石井さんの方は特にそうなの、毎月言ってたのがいなくなっちゃった。あれだけ先生ありがとうございます。感謝しております。私は何もできません。感謝してます。感謝してますって言っておりますけどね。その声をもう聞くことできないんですよ。感じなんですよ、うん、だけどそれ事実なんですね。これリバイバルのやっぱり印として私も受け止めてるんですね。コルトン君の天国の本もそうです、ね、アナキアさんの、はい、天国の本もそうなんです、はい、この人々の救い、ね、そして私が田舎の隣のうちの、ね、80数歳の私の先輩の、ね、サダーサというこのおじさんが亡くなりましたって言って戦があって、ね、東京行った時に姉から教えられた。サダさん帰りました。後の雨の時、主に雨を求めよう。雨がバーッと降ってくれば、ああリバイバルって言って分かりますけども、ね、はい、ロスから、ね、聖霊様によって指名されました、はい、その1ヶ月後には今度は別のグループの指導者が、はい、リバイバルが起こりましたという宣言をしました。ああ重なってんのかなと私は思いました。だからといってだ黙ってれば雨が降ってくるわけじゃないし、ね、福音を伝える必要があるわけですね、友子さん、ね、自分の父さん母さんから友達から、ねね、特にロスの派遣の時には感謝と賛美のリバイバル、マーリーさん感謝と賛美なの。私も毎日100回をね実践してるわけです。最近何を感謝してる、否定的なことを片っ端から数え上げて感謝をするようにしてる、うん、自分の父親の死から何からかにからですね、はい、聖戦が、ね、前のグループから離脱したことから何からかにから、盛岡に使われされたことは何からかにから、ね、また兄弟姉妹に起こった出来事の一つ一つ、はい、感謝を捧げ、それが神の天の中に起こった出来事であり、ね、その感謝を通して神の計画がね、すなわちこれは終末の大いなるこのリバイバルの計画が起こるんだというふうに捉えさせていただいております。ですからこれは自分の能力とか自分の想像力は到底到底、ね、及ばない神様のこの御言葉ですから、私の道は天よりも高いんだ、私の思いは人の道よりもはるかに高いんだ、天より高い思いだ、これが神様の思いなんです。ですから私たちの日々、ね、考えている判断力というのはいかにこの虚しいものかということをぜひと思ってください。昨晩私は、ね、金持ち父さん貧乏父さんという本をずっと、ね、2、3ヶ月続いて、ね、貸してもらっておりますけど、金持ち父さんというのは何か、ね、お金というものを知って、そしてそれを、ね、有効に使うお父さん、ね、貧乏父さんって何か、お金のために働いている。彼の著者の貧乏父さんはインテリア、大学の言うなら教授なんです。だけど、はい、その著者から言うならこれは貧乏父さん、すなわち貧乏父さんというのはお金のために働いている、ね、お金の物質欲に支配されて奴隷のように生きているのが貧乏父さんだよということ。私たちは、はい、お金を用いる、賜物を用いる、権利宝を積む、はい、
金持ち父さんにならなくてはならないなと。信仰によって私たちは自分を持ち、能力を持ち、神様に時間を捧げていく、はい、最終的にこれは皆さん週末のこのリバイバルがその頂点、中心になるんだということを覚えてください。私だけではありませんよということをどうぞ覚えてください。皆さんがそれを今神様に迫られてますよということを覚えてください。ということで大いなる大いなる救いを皆さんが、はい、このメッセンジャーとして、ね、午後の英語のメッセンジャー、広志君や田橋君、渡君や、ね、宮君までやってるね、藤森兄弟サインやってるんですけれども、はい、何が課題になるか、ね、お金を大事にするか、神のことを大事にするかということに彼らは直面させる。それが見える。渡辺君、広志君、立つ君たちがまずね、お金に勝ってる、言わせてもらう、仕事に勝ってる。これはリバイバルの、はい、働きの最も重要なこのポイントだということを覚えてください。はい、貧乏父さんはお金のために生きている、御言葉のために生きているんじゃないんだということ、それを私たちは知る必要がある、はい、今が、はい、そのテストの時です。祝福の時でもあるし、はい、災いを刈り取ってしまう時でもあるということを覚えていただきたいと思います。そこまでにします。それではご覧ください。箇所の270をこれを歌ってあげます。信仰を与えてください。我らの罪を許し、信仰を許し、傲慢高ぶりを許してくださいますようにお願いをいたします。この与えられた生涯、この人生においてあなたの栄光を表し、感謝を表し、どうぞ神様の信仰の歩みがさになされますように助けてください。お一人一人には聖霊を豊かに語り、キリスト様の恩、父親の栄光を豊かに表してください。魂に触れ、また肉体の死を、またどうぞ神様、糖尿、一つ一つ頭痛から腰の痛み、内臓のどうぞ上にあなたの癒しの御業をお成しくださいますようお願いいたします。魂をイエスに何をと思える目です。完全に健やかになれ、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 仕事を糖尿の癒し、腰の骨折からの癒しと解放を与えてくださいますようお願いいたします。
糖尿を癒し、私を取り去り、どうぞ主の栄光が豊かに表されますように助けてください。お願いをいたします。感謝をいたします。イエス様の御名によって感謝して信じて祝福します。アーメン。それでは今日は、主よ、父に御霊をくれるか、賛美歌の7番、兄弟姉妹たちと共に今も後も限りなくあらん。アーメン。30日は私とこの編成チームですね、人が賛美隊が見ています。私今回は審査員、そしてこの賞状を授与するそういう仕事ですね。いつもねメッセージがなくなっております。中の賞というのがねいつもあるんですよ。それを決める仕事です、あとは神安心に感謝を捧げましょう、あと豆苗ができておりますのでね、それを受け取ってください。豆苗はここにあります。まだ見つけない方は